大量水産高校。多くの奇跡が生まれたこの大会もいよいよ最終局面。強敵に果敢に挑んでいくその姿で多くの野球ファンを虜にしているチャレンジャーズ。そして三塁側はパワーが持ち味の打撃チーム海の男がやってきた。大量大量大量水産高校。さあパワーフェスチャレンジャーズ対大量水産高校、栄えある決勝戦に進むのはどちらか。世紀の一戦を力の限りお届けいたします。さあ注目箇所満載のゲームが今始まりました。1番バッターが打席に入ります。インコース引っ張った、左へ打っていったがこれは切れてファール。縦のスライダー空振り三振。打席には3番バッターが入ります。天城気を引き締めしっかり抑えてほしい。投げた、縦のスライダー空振り、渾身のストレートはボール、引っ張った、ヒット、一塁ランナー二塁回って三塁へ、天城ヒットを打たれます。チャレンジャー先制のピンチを迎えます。インコース低めストライク、まずは決めてきました。キレッキレの変化球に手が出ます。三振。打席には5番バッターが入ります。天城追い詰められながらも初球を打った。センター前に出る、取って、これで3アウトチェンジ。チャレンジャー、さあ緩急自在の、さあ1球目投げました、初球はすっぽ抜け、ボール。第2球はバッター思わず体を背けた、打ちました、これはショート真正面、一塁送球アウト。これでは第1球を投げた、初球すっぽ抜けました、力みすぎてしまったか、打った、いい当たりだ、センター前ヒット、クリーンヒットです。さあ一塁にはやべえ、得意の足を見せつけるか。あっとこれ危ない。投球2球目投げた、打った、痛烈な当たり、ヒットになります。セカンドへ送球、初回先制1対0。今の先制の場面リプレイでご覧ください。さあ滝野、さあ初球低め決まってストライク。さあ次の球、これはボール、カウントワンボールワンストライク。第3球投げました、アウト、バットがやられました、掴みました。チャレンジャーなお、さあ第1球を投げました、打ちました、初球打ち、あっと左中間、どうだ、バックホーム間に合うかどうか、掴
クもタイムリーヒット。さあこれで2アウトランナー1塁。さあチーム第9球投げた。あっと危ない、間一発かわした。さあ次の球飛んでいった。これは気持ちのいい当たりになった。レフトセンター見送った。ホームラン、ツーランホームラン。いやー怒り進む。さすが頼りになる男です。ストレートを完璧に捉えました。先ほどの得点シーンをもう一度ご覧いただいています。6番バッターが打席に入ります。さあ初球インロー決まってストライク、カウントワンストライク。うーん、いいボールだ。変化球が切れています。打ちました。小山下がっていった。これはヒットになります。ヒットになってしまった。打席には7番バッター。投げた、初球を打ちました。ショートの左、ゲッツーコースト、2塁フォースアウト、アウト、ダブルプレー。1番バッターが打席に入ります。アウトロー決まってストライク、まずは入れてきました。インロー見送ってストライク、打ちました。いい当たり、ヒットになります。ボールが点々と転がっている。カットマンへ送る、ツーベース。うん、これでノーアウトランナー2塁。打席には2番バッターが入ります。内角低め見送ってストライク、まずは決めてきました。アウトローを見送ってストライク、サクッとツーストライクまで追い込んだ。内角ボール球打った、飛びついた、センター前ワンバウンド、ヒットになった。打席には3番バッターが入ります。落ちるスライダー、変化球にキレがあります。さあ外してくるのか、流し打ち、どうだ、ファールボール。次が4球目、打ちました、ヒット。水産高校点差を5点に縮めました。さあ4番が打席に入ります。初球はアウトコース低めいっぱいストライク、キレのあるボール、縦のスライダー見送ってボール。投げました、渾身のストレートはボール、厳しいところをついていきます。打った、これはスタンドか。さあ次は何を投げてくるか、打ちました、一塁へ送る、アウト。チャレンジャーズピンチ。大量水産高校、何としても得点を挙げたい9回です。打席には7番バッター。投球これから2球目、打った、レフトへ飛んだ、ヒット。ここでヒットが出ます。うん、これで2アウト、ランナーは1塁2塁。さあ次の球、フォークはストライク。さあいよいよあと1球、見逃し三振。チャレンジャーズピンチを招こう、見事勝利しました。パワーフェスチャレンジャーズが格の違いを見せつけ圧巻の勝利。下馬評を覆す大番狂わせで決勝進出を決めています。さあ健闘をたたえ合います。チャレンジャーズキャプテンが死闘を繰り広げた松崎に声をかけた。一筋縄ではいかない相手でした。この2人が今まさに強い絆で結ばれようとしています。本当に見どころ盛りだくさんの素晴らしいゲームでした。以上激闘の準決勝、実況熱盛宗敦でお届けしました。それでは皆さん決勝戦でお会いしましょう。アディオス。
黒獅子重工。したでしょうか。チャレンジャー三塁ベンチ立ちはだかるのは社会人野球最強チーム黒獅子重工。ここで王者の貫禄バット回しパフォーマンス。なんと社長自ら放ったバットにカツを入れられてしまった。これは痛そう。さあ勢いに乗るパーフェクトチャレンジャーズか、それとも最強のアラブ社黒獅子重工か。誰もが予想したかった強豪と無名チームとの決勝戦となりました。真の底力を思う存分ぶつけていただきたい。さあプレイボールです。さあ注目のゲームが始まります。1番バッターが打席に入ります。第1球投げました。ウィンドウ決まってストライク。投球これから2球目。これはセカンド真正面アウト。これでさあ出てまいります。第1球投げました。外角低め見送ってストライク。第2球は打ちました。ライト掴んだ。一塁送球アウト。これでスリーアウト。チャレンジャー立ち上がりを無得点に抑えています。黒獅子重工先発投手がマウンドに上がります。さあ左打席に入った彼は三つ森左京です。おしゃれマスクと自慢の足がトレードマークです。まずは初球、初球を打った。ショートオーバー。ヒット。あっこいつセカンドへ放り投げる。三つ森ナイスヒットです。チャレンジャー先制のチャンスを迎えます。さあチームの司令塔怒り進む。このにじみ出る育ちの良さで審判をも味方につけてしまうのか。まずは初球、抜群の切れ味。バッター動けません。打った。一、二塁間へボールを掴んだ。ベースカバー取ってアウト。初球は打った。サードの左社長掴んだ。三塁送球タッチアウト。ツーアウト。さあ第1球を投げた。インコース低めいっぱいストライク。まずは様子を伺います。
ートロー決まってストライク。滝本追い込まれました。次はどう攻めるのか。バッター思わず体を背けた。さあ次は何で来るか。打ちました。これはスタンドに入りそうです。投げた、打った、セカンド左、二塁送球、二塁アウト、スリーアウトチェンジ。打席には5番バッターが入ります。変化球ビンビンに切れています。打ちました。惜しくも一塁線切れてファール。さあ外してくるのか。怒り守る、見事なピッチングです。さあ天才と呼び名の高いこの男、トーダニマネー、全てを持った野球エリート、怒り守る。第1球を投げました。打ちました。初球打ち、ファースト下がった、ファウル。第2球を投げた、いいボールだ。変化球が切れています。緩いカーブ見送ってボール。さあ勝負してくるのか。打ちました。センター前のヒットになります。いかに守る、安打を放ちます。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。さあ打席にはつくも空です、この選手。さあ1球目投げた、変化球ビンビンに切れています。スローカーブはボール、これは完全にボールです。投球3球目投げました。チェンジアップはボール。第4球を投げました。打った、セカンドバットホーム。これでワンアウト。ここはきっちりとランナーを送っていただきたい。タッチはセーフ。まずは初球、緩いカーブ見送ってボール、カウントワンボール。第2球投げた、打った、ショートライナー、これでツーアウト。まずは初球、外れた、ボール、カウントワンボール。第2球は外角低め、空振り、打ちました。社長交代、ファールボール。さあ次は何で来るか。見送ってボール。ファーストランナーちらっと見た。これはすっぽ抜けてボール。余計な力が入ったか。さあこれで決まるのか。低め見送った。ここはフォアボールです。さあ初球。あっこれ危ない。さあ次の球。ボール外れた。完全なボール球。投げた。アウトロー見送ってストライク。投球これから4球目。打ちました。セカンドこれは守備、二塁アウト、これでスリーアウト。さあそれでは先ほどのシーンをご覧いただきましょう。2回が8番バッターが打席に入ります。投げました、ストライク、インローへ、まずは入れてきました。打った、ファール。次はどう攻めるのか。打ちました、取りました。これでは0対0で迎える3回です。1番バッターが打席に入ります。いかに守る、気を引き締め、打った、ヒットになります。打球が転がっている、中継、ツーベースヒット。カレンジャー先制のピンチを迎えます。打席には2番バッターが入ります。いかに守る、流れを、初球を打ちました、前進守備、セカンド左、アウト。打席には3番バッターが入ります。いかに守る、追い詰める、初球を打った、これはセカンド正面、アウト、スリーアウトチェンジ。3回の表が終わった。さあ三森左京が左バッターボックス。初球はスローカーブはボール、カウントワンボール。投球これから2球目、緩いカーブ見送ってボール、カウントツーボール。打った、いい当たりだ、レフト前ヒット、クリーンヒットです。さあ伊丹進がバッターボックス、依然好感度は高いまま、チャンスを広げていきたいところ。一塁牽制、一塁タッチセーフ。第2球を
投げました。さあ走った、タッチはアウト、盗塁。0対0で迎える3回です。さあ打席でライゴーが牙を研ぎます。第2球を投げました、打ちました。これはスタンドに入るか。内角低めストライク、バッター追い込まれた。さあ勝負してくるのか。スローカーブはボール、カウント2ボール2ストライク。緩いカーブ見送ってボール、フルカウントになった。打ちました、これはヒットになります。ボールは中継、ライゴー気持ちのいい当たりを見せてくれます。チャレンジャー先制のチャンスを迎え、打ちました。初球打ち、これはスタンドか。スタンドに入りました、ファール。第2球投げた、内角低めいっぱいストライク。さあ外してくるのか。スローカーブはボール、チャレンジャー先制のチャンス、ワンアウトランナー一塁二塁。さあ仕留められるか。打った、ファウル。投球これから6球目、打ちました、いい当たり、二塁へ。セカンドフォースアウト、アウト、ゲッツー。これで3、0対0で迎える4回です。打席には7番バッター、いかに守る、気を引き締めしっかり抑えてほしい。打った、ボールはライナーで左中間へ、左中間へのヒット、いかに守る、ヒットを許します。8番バッターが打席に入ります。いかに守る、プレッシャーがのしかかってきます。ソニックライジングはボール、投球3球目、スライダー決まってストライク。これで追い込みました、バットを出しません。ボール、チャレンジャー先制のピンチ、打った、打球はレフトへ、ヒットになります。いかに守る、安打を許します。チャレンジャーピン、打席には9番バッター、いかに守る、追い詰められながらもまだまだ冷静です。キレッキレの変化球に手が出ません。キサルド空振り三振、いかに守る、気持ちを引き締め直します。0対0で迎える4回です。さあつくもがひょうひょうとバッターボックスに初球を打ちました、ヒット、カットマンへ送る、つくもクリーン。さあ攻守高打の小田切の打席です。なんとか得点に初球を打った、茶返し、二塁フォースアウト、アウト、ダブルプレイ。さあ打席には魅惑の矢部昭雄です、得点につなげたい。打ちました、初球打ち、ボテボテの当たりはショートゴロ、アウト、スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイでご覧いただき、0対0で迎える5回です。さあ打席で社長がお待ちです。いかに守る、気を引き締め、打ちました、ボテボテの当たりはサードゴロ、アウト、これでスリーアウト。5回の表が終わりました。うーん、小山みやびです。さあ目が離せません。緩いカーブ見送ってボール、第2球を投げた、打ちました、センターへの打球掴みました、これでワンアウト。さあ三森左京が左バッターボックス、投げました、内側、危ないボール。さあ次の球、外れた、ボール、カウント2ボール。さあ3球目、打ちました、ライトへの打球、ヒット、三森ヒットを放っています。さあ打席にはチームの司令塔、碇進です。チャンスを広げていきたいところ、もう1回、ここは注意を怠りません。ファーストランナーチラッと見た、インサイドストライク。さあ熱盛的には盗塁がおすすめです。かなりランナーの動きを警戒しています。これは見送ってボール、ワンボールワンストライク、一塁へ牽制球を送ります。投球これから3球目、打った、さあゲッツーになるか、セカンドフォースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。0対0で迎える6回です。8番バッターが打席に入ります。いかに守る、気を引き締め、しっかり抑えてほしい。打ちました、滝本、ボールを掴んだ、滝本、一塁ふっつけてアウト。0対0で迎える6回です。
さあバッター滝本が鋭い眼光を放ち、初球打ち、バッターレフトの左にボールが上がっている、取りました、ボールは中継、これでワンアウト。バッターは怒りコンツェルンの御曹司、怒り守る、見送ってボール、外わずかにボールゾーン。さあ次の球、スローカーブはボール、カウント2ボール。さあ3球目、マシンで捉えた、ライナー破った、セカンドへ送球、二塁はセーフ、いかに守る。さあつくもがひょうひょうとバッターボックスに立ちます。なんとか得点に結びつけていただきたい。初球は抜群の切れ味、バッター動けません、投げた、打った、あっとこれはインフィールドフライです。チャレンジャー、なおもチャンスが続きます。さあ攻守高打の小田切の打席です。どう出るか、第2球を投げた、あっと引っ掛けた、内野ゴロ、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。では0対0で迎える7回です。1番バッターが打席に入ります。いかに守る、気を引き締めしっかり抑えてほしい。フォーク、空振り三振、いかに守る、3球勝負で仕留めました。いいボールだ、変化球が切れています。次はどう攻めるのか、インロー、空振り三振、いかに守る、見事なピッチングです。2者連続三振、打席には3番バッターが入ります。これはボール、低めに攻めていきます。ソニックライジングはボール、カウント2ボール1ストライク、打った、痛烈な当たり、これでアウトが3つ、攻守交代です。0対0で迎える7回です。さあ三森左京が左バッターボックス、チャンスを広げていきたいところ、ボール外れた、第3球投げました、低め見送ってストライク。さあ4球目、外角低めストライク、追い込まれています。打ちました、センターへ飛んだ、ヒット、センター前ヒットになった。では改めてリプレイでご覧いただきましょう。黒獅子重工、さあ以下に進むがバッターボックス、依然好感度は高いまま、ここで勝利を手繰り寄せていきたい。肩越しにランナー見た、投げました、内角高めいっぱいストライク、第3球を投げた、ぶっ飛ばした、さあ体がほてってきた、見上げた、ホームラン、先制スリーランホームラン、いらっしゃい、いやー、いかに進む、さすが頼りになる男です。ストレートを完璧に捉えました。黒獅子重工、何としても得点を挙げたい9回です。1番バッターが打席に入ります。さあ次の球、低め決まってストライク、さあいよいよあと1球、私外角低め空振り三振、チャレンジャー、最後をしっかり締めて見事勝利しました。ミラクルがここに起こりました。パワフェスチャレンジャーズが見事優勝、最強の称号を手に入れました。さあそして黒獅子重工の社長が勝者にエールを送ります。なんと美しい光景でしょうか。おそらく戦った2人の間には言葉だけでは語り尽くせない何かが芽生えているのでしょう。それではこれから表彰式に。
け潰す。はい、2アウト。勝負だ。
構えろ。三振だ。やべえ、今のが胸アツシュートだ。どれや、
え？Thank you.
最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録をよろしくお願いします。動画のアイコンや概要欄のリンクからチャンネル登録できますので、登録、高評価、コメントお待ちしております。明日の動画でお会いしましょう。ウカでした。レイでした。またね。またな。